いい雰囲気、最高の景色です。なんだかこう開放感があります。諏訪湖にやってきました。天気も良くて風も落ち着いていて、諏訪湖は穏やかです。今日はですね、スゴジカラのシリーズ企画半日ドライブの第13弾、向かうのはあちらです。あの山の上に行きたいと思います。半日ドライブとは、信州のさまざまな場所に半日ぐらいの気軽なドライブに出かけてみようというシリーズ企画。今回はその第13弾、諏訪湖から1時間以内で行ける霧ヶ峰から白樺湖周辺を高原ドライブ。このエリアのおすすめスポットを巡ります。新しいことを始めたばかりの初めてさんたちとの出会いが待っていました。オープンしたのがいつになるんですか？8月6日です。よいしょ。ちょっと待ち方がちょっとそれがないじゃん。いえいえ、うん、今度ここでお客さん直接いるという夢が叶いました。今年の夏前からもう一回こう穴を掘り起こして始めています。上げてください。そのまま左に、左に。すぐに、あ、すぐに。左に。よいしょ。よいしょ。おいしい。お店をやりたいということで、1年ちょっと前に、はい、オープンしました。あ、これは気持ちいい。いやー、気持ちいい。はあ、いいですね。いいね、信州スゴジカラは、長野県のすごい底力を発見発掘する番組です。牛がみんなすごいいる。かなり高くまで上がってきました。ちょっと看板がありますね。霧ヶ峰高原。なあ、ここに空を飛ぶ初めてさんがいます。見てください、これ開放感がありますよ。高原が広がってます。やってきたのは諏訪湖からおよそ25分、標高1600メートル以上に広がる霧ヶ峰高原。車で行くことができますが、そこは高山植物が生息する国定公園の中です。ありました、諏訪市霧ヶ峰グライダーふれあい館。あ、入館無料、ご自由にお入りください。そうなんだ、失礼します。すごいすごいすごい、これかグライダーだ。うわうわ、ワイヤーで引っ張られ大空に。グライダーは一般的にエンジンなどの動力は使わず、上昇気流を利用して飛びます。昭和初期に滑空場ができた霧ヶ峰高原は、日本のグライダー発祥の地とされています。おお、グライダーを動かしてますね。そこにいたのは中央大学航空部の皆さん。合宿で初めての経験をしたそうです。だって私なんかでも航空部生活で、自分たちで自力でそのゴム索引っ張って飛ばしたのは初めてだ。一昨日日本でここでしか飛べないもん。そう、これ原始的なタイプが。要はあれですよね、操縦席にこうカバーがない。そうですね。彼らは操縦席がむき出しになっているこの古いタイプのグライダーに乗った初めてさんだったのです。乗りました。あ、僕乗りました。いや、めっちゃ怖かったです。そうなんだ。他の大学の学生なんかは全然見たことも飛んだこともないから、ものすごい彼ら貴重な経験してる。国内に数機しかないという貴重な機体。ワイヤをウインチで引っ張るのではなく、ゴムを人が引っ張りパチンコの要領で飛ばします。
お、急急だ、すごい、すごい飛んでる。え、今の学生じゃこんな、よっぽどのことがなければ乗ることないですし。すいません、ちょっと少しだけ失礼いたします。え、座って、で足ここに、これで浮き出しですね。シャーンって飛ぶんですか。傾きはこれで、はあ、で機種の上下をこれで、これで向きは足、向きは足、いやパニックになっちゃいそうですね。貴重な経験をありがとうございます。このまま飛ばされなくてよかった。目指す先はどんなところになってくるんですかね。去年なんかそのグライダーで1000キロ飛んだんですよね。板倉ってその群馬の南端から仙台まで行ってまた戻ってくるって、はい、降りずに、動力なし、高みを目指したいっていうか、まあ物理的な高みではありますけど。なるほど、うん、すごいですねっていう。滑空場では11月下旬まで土日祝日にフライトをやっています。この辺りからビーナスラインか。いや景色がすごい。国定公園の高原地帯を縫うように走るビーナスライン、標高は平均1400メートル、全長およそ76キロで7つの市町村を通っています。ビーナスラインという愛称は1968年に公募で決まりました。ドライブツーリングの、これは絶景スポットだ、すごい。ビーナスラインで美味しい初めてさんと出会います。あ、登り旗がある。え、なんだこれ、ソフトクリーム売ってる、すごいすごい。ちょっと、あ、駐車場寄ってみますか。ソフトクリーム売ってる、いいじゃないですか。キッチンカーでソフトクリームですかね。ちょっとこれは気になります。いらっしゃるかな。こんにちは。こんにちは、すいません、あの長野朝日放送のいいね信州すご力という番組でロケをしているんですが、たまたま立ち寄ったキッチンカーのこの男性、実は初めてさんだったんです。いいですか、ありがとうございます。オープンしたのがいつになるんですか。8月6日です。じゃあまだオープンして1ヶ月ちょっと。そうですね。キッチンカーの初めてさん、寺澤さんは78歳で念願のソフトクリーム店をオープンしました。少しぎこちない手つきも初めてさんなら許せちゃうかな。ありがとうございます。500円です。すみません、500円でいける。よいしょ。ちょっと待ち方がちょっとな、まあいいや、いい、いただきます、ありがとうございます。なんか景色とかおすすめありますか。もうこっからね、今日はダメね。あー、そっか、今日はダメ。八ヶ岳連峰、はいはい、ね、そしてあそこの間に富士山が出る。あー、それを見ながら食べるのが。あ、そう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 。いただきます。うん、おいしい。あー、結構濃厚です。おいしいな、これ。牛乳販売の会社を営んでいる寺澤さん、ソフトクリームの元になるソフトクリームミックスも作って販売しています。いつか自分の牛乳から作り上げたソフトミックスを作り、そしてソフトクリームを売りたいという夢をもともと持っていたんです。実際にやってみてどうですか。お客様の反応が嬉しいですね。いかがですか。おいしい。高くするの頑張ってください。このくらい高くすること。あ、ありがとうございます。あ、でもご主人、こうやってお客さんたくさん来てくださると嬉しいですよね。これ最高、ね、え、人生で最高。今シーズンは天候次第ですが、11月27日まで店を開ける予定です。車山高原で釣り堀を始めた初めてさんを訪ねます。すいません、こんにちは。はじめまして。はじめまして、長野朝日放送の稲垣です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。管理をしてます藤田と、向こうにいるのが小林です。藤田さんと小林さんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが
釣り堀ということですかね。そうなんです。ちょっと私がイメージしていた釣り堀とだいぶ違うんですが、もともと10年前ぐらいにあのペンションの方たちがやってたんですけど、はい、あのもうずっと埋もれていて、ここは今年の夏前からもう一回こう穴を掘り起こして、ニジマスとヤマメとイワナとを放流してあの始めています。一度は廃れてしまった釣り堀が藤田さんたちの手によって復活。藤田さんは車山周辺でツアーガイドをしながらここを管理しています。車山はあのスキーでは有名なんですけれども、あの春夏秋もそういういろんなお客さんに来てもらおうということで、今キャンプ場を作ったりだとか、そのアクティビティを増やしていくということで、あのこれもその中の一つとしてやってます。そんでお魚の真ん中辺に、はい、ポトンと、はい、行け、よいしょ、さあ来るか。気にはしてますよ。あ、食べた、食べた。食べさせた。よし、ゆっくりゆっくり。それで上げてください。上げてください。上げてください。そのまま左に、左に。すぐに、あ、すぐに。左に。よいしょ。よいしょ。おお。来るか。あっと、食べた。食べた。よし、ゆっくり引っ張ってください。気があるか。お、食べてる、食べてる。これは。どうだ、どうだ。おお。来た、来た、来た、来た。結構。あ、力がある。よし、釣れた。いいフェースですね。いいですね。これは何でしょう。あ、これはイワナですね。イワナ来ました。ということで、これはイワナ。こんなに簡単にたくさん釣れるとは。いや、まあそういう時もあるんですけど、本当釣れない時はあるんで、ね、運がいいんじゃないですか。よかった。いきます。はい、もうちょっとですね。もうちょっと、はい、まっすぐ入れて、あとは、はい、上下上下上下。あ、こういうことですね。そうです、そうです、そうです。身に刺して90度90度。はい、できました。イワナです。波打ってます。ありがとうございます。こう波打ってる。おいしそうな香りが。いいですね。いいですね。これ何回食べても飽きないですね。あ、いただきたいと思います。いただきます。 うわ、おいしい。見てください、身がぎっしり詰まってる。すごい。イワナもいただきたいと思います。あ、うわ、違いますか。違いますね。違いますか。ニジマスより若干淡白というか、さっぱりというか、イワナも美味しいですね。これ食べ比べするのがいいですよね。両方釣れてね。そうですね。3種類ありますから。今シーズンの営業は10月中旬に終了。来シーズンはゴールデンウィークからの予定です。また諏訪湖とは違った綺麗な湖だ。やってきたのは標高およそ1400メートルにある白樺湖。1940年代に農業用のため池として作られた人工の湖です。周辺にはスキー場や遊園地などがあり、高原リゾートとして人気のあるエリアです。そんな白樺湖に店を構えた初めてさんがいます。いやー、こう立派な建物のアウトドアショップですね。こんにちは。こんにちは。わあ、いい雰囲気ですね。わあ。こんにちは。アウトドアショップ福井の福井です。福井さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。あの、この湖畔で楽しめるようなこうアウトドアのグッズなんかを扱っていたりとか、あとあの僕ら湖でガイドツアーもやってるんで、ガイドツアーであのやるサップの販売とか、自転車の販売とかも。なるほど。してます。入り口にありましたね。あ、そうですね、はい、電動のアシスト E バイクになります。3年前から白樺湖周辺のガイドツアーをしている福井さん。アウトドアショップはいつ始めたんですか？あの1年前1年ちょっと前に、はい、オープンしました。あのガイドツアー
のお客様がなかなか滞在する場所っていうのもなかったですし、はい、あのツアーの後もこうお客さんとコミュニケーション取ったりする場所っていうのなんか欲しいなと思ってたところだったんで、もともとはこうあの酒屋さんでちょっとコロナで休業されていたところ、あの僕らの方でお店をやりたいということで、あれなんですか、恵比寿さん、恵比寿さん、恵比寿さんですよね、大黒さんか、大黒さんか、はい、あれはもともとじゃあ酒屋さんの時からこうついていたと。そうなんですよ、ガイドメンバーみんなでこう壁塗ったり改装したりしてたんですけど、あれも取る取らないの議論になったんですけど、やっぱちょっと取ったら縁起悪そうなんで。なるほど、あのそういうね酒屋さんここでそういうのが見つかったっていうのもあると思うんですけど、白樺湖の前に選んだ何か理由ってあったりしますか、他に。なんか本当に面白いなって思うものをあのこの場所で体験してもらって、でそのままお客様にお伝えできたらなと思って始めたので、まあ、この山の上でやるっていうのに結構あの価値を感じています。こういう販売だけじゃなく、もちろん前に出ているものを使ってもらって体験してもらってと。そうですね。ということで早速体験。長野県初上陸だというデンマーク製のパワフルな e バイクを試乗します。じゃあ行きましょう。お願いします。おお、結構スピード出ますね、いきなり。そうですね、なんかねアシスト最初が結構効きがいいですね、はい、グーンと来る感じ。あー楽だこれは。ここ一周あのランニングロードになってるんですけど、はい、自転車もあの乗れる場所になっていて。なるほど。結構道路から隔離されてて、はい、あの安全に最初練習にはねちょうどいいですね。しかもやっぱりこれだけタイヤが太いと安定感があります。あとこのコースね、本当湖との距離感がすごい近いので。あ本当だ、あの乗っててねあの気持ちいいんですよね。あーこれは景色楽しみながら、いやー気持ちいい、はいいですね。で最初湖畔でこう普段は練習慣れたら、はい、ビーナスライン上がってあ展望台に向かうっていうのがあのツアーのコースになってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう本当に楽しかったです。まあ本当すごい素晴らしい自然がもうすでにあのこれだけ用意されてるんで、うまく魅力を僕らの方でなんかこういう、ね、自転車だったりあの水だったらカヌーとかサップもそうですけど、そういったものを使ってねあのより楽しんで行っていただけたらなと思いますし、なんか今後もねあのこれだけじゃなくてもっと違う遊びっていうのをどんどんあの僕らの方でも探してあの展開していけたらいいなと思ってます。11月下旬まで e バイクやカヌーの体験ができます。白樺湖にサブスクの別荘が誕生。利用中の初めてさんを訪ねます。ここですね、サブスクの別荘、こちらですね。綺麗ですね。あすいません、こんにちは、長野朝日放送の稲垣です。よろしくお願いします。すいません、応じてくださりありがとうございます。はい、あなんだかこう木のぬくもりがあふれる部屋になってますね。そうですね、はい、すごい湖が一望じゃないですか。はい、そうですね、最高の環境ですね。はい、そうです ね、はい、うわ。こちらは東京のベンチャー企業が関東甲信で展開している宿泊施設サヌセカンドホーム。2021年白樺湖と八ヶ岳にオープンし、現在7つの拠点に50棟があります。会員になると月額5万5千円で好きな場所を利用できる今大注目のサブスクリプションの別荘です。今ちなみにここに座られてワーケーションか何か。あそうですね、はい、仕事、はい。利用中の山地さんは東京在住、サブスクでの別荘ライフ初めてさんです。サヌっていつから始められたんですか。私は今年の3月からです。そ、はい、それからもう毎月のように。そうですね、あの場所は違いますけれども、うん、はい、白樺湖は、始めてからは2回目。あ2回目なんですか。はい、いやもう一番気に入ってるのは、はい、あのやっぱりここのダイニングのここの席ですね。さっき今そこにあの友人が来てたんでそこにちょっとパソコン置いちゃったんですけど、はい、もうあの誰も来てない時はここで仕事もしてこの景色を眺めながら。なるほど、はい、ここに座ってこう見るとそうです、ね、あ最高じゃないですか、はい、
仕事をしてます。ベッドですかね、ベッドというか、まあ、この布団みたいな感じなんですけど、ここやっぱりすごく寝心地もいいですし、なんかこの特徴的な曲線の中にちょっとこうなんて言うんでしょうね、包まれてるというかにしてもこう素晴らしいね、景色が広がってますね。そうですね、サヌーはあの他にもいろいろなところにあるんですけれども、うん、他の場所はだいたい森の中なんですね。でこういう湖に面している場所は本当に白樺湖のこのファーストだけなので、私はこの景色がすごく好きです会員数には限りがあり、現在5000人が登録待ちしています。お、牛がもうすごいいる。え、すごい牛がいる。お、牛がもうすごいいる。え、すごい牛がいる。大興奮の稲垣アナウンサーが今度は初めてさんになっちゃいます。わあ、いい雰囲気ですね。この辺りも牛さん柄で、もうもう名前まで牛さん。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。長野朝日放送の稲垣と申しますが。ありがとうございます。もうもうさん、まずちょっと気になったんですけど、はい、目の前の牧場牛さんいたんですけど、もうもうさんの牧場？いや、牧場自体は町営、立科町の町営の牧場になります。へえ、そうなんだ。はい。立科第二牧場に隣接する牛乳専科もうもうは、新鮮な牛乳やソフトクリームを販売しています。絶景と牛を眺めながらいただけるのが特徴。この地で半世紀以上愛される人気店です。コーヒー牛乳でいいですか？はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。あー、いい色ですね。あ、勢いよくちょっとね、牧場を目の前にして初めて飲む新鮮な牛乳。初めてさんの稲垣アナ、お味はいかが？いただきます。おー、いいですね。美味しい。コーヒー牛乳なんですけど、結構牛乳の味濃いです。濃いです。新鮮な牛乳使ってるなっていう感じがしますよ。牧場を前に牛乳を飲めるなんて、そんな幸せなことはないですよね。夕方は霧が発生しやすいので気をつけてお出かけください。これは絶景スポットだ。霧ヶ峰から白樺湖周辺の半日高原ドライブ、初めてさんと出会い楽しい体験ができました。あ、気持ちいい。このドライブコースはおすすめです。遊び尽くしました。いやー、楽しかったな。牛の柄に